さあ短い直線に入ってここからが腕の見せ所、最後の追い比べ。先頭はカワチソレイユ、カワチソレイユ先頭、ドラールオーカー抜けた、カワチソレイユ追いすがります、ドラールオーカー先頭だ、ドラールオーカーゴールイン、ドラールオーカー1着、2着にはどうやらカワチソレイユ、これが G1 馬だ、ドラールオーカー。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はステージチャンプ、残り 200m、 一気に後続がやってきた。クリスマスディール必死に追う、ステージチャンプ差を広げる。2番手はクリスマスディール、ステージチャンプ1着、ステージチャンプ完勝、ステージチャンプ1着、2着はクリスマスディール、これは桁外れの強さだ、ステージチャンプ。中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはディーゼンシュラーク、マイネシリウス。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してディーゼンシュラーク花に立ちます。その後ろからはヤマニンゼファー、この馬も上がっていく構えです。さらにはミホノブルボン、15番レイシンロード、その後ろ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはディーゼンシュラーク。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のミホノブルボン現在先頭です。ヤマニンゼファー前走に続いてここも連勝なるでしょうか。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはヤマニンゼファー、2番手に4番ミホノブルボン、その隣にディーゼンシュラーク、改まワンダーすぐ後ろ、その後ろにマイネシリウス、その隣にスタビライザー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてヤマニンゼファー、改まワンダー、ほとんど差がありません。ディーゼンシュラーク3番手、ミホノブルボンいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はヤマニンゼファー、ミホノブルボン2番手。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はミホノブルボン、ミホノブルボン先頭、2番手はヤマニンゼファー、必死に追うミホノブルボン、2番手は桜世界王、ミホノブルボンゴールイン、ミホノブルボン1着、2着は桜世界王、これが G1 馬だ、ミホノブルボン。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わった AP ジェット、しかし後続の足色もなかなかいい。あと 200m、 AP ジェット先頭だ。 AP ジェット迫る、河内トリビュート迫る、やはり強い。 AP ジェット、 AP ジェット、 AP ジェット1着、2着にはどうやら河内トリビュート。まずは前哨戦を制しました AP ジェット。ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。